さんこんにちは、水木青のめいく動画です。イエーイ、今日はじゃじゃーん、くるみちゃん。ちなみにあの名はくちゃくちゃで、みっちゃはい、みっちゃです。で、くちゃに来てもらって、今日はくちゃの家に泊まってたんですけど、で、メイクをしてもらう。でもメイクをしてもらうだけじゃなくて、実はくちゃはスタイリングの人で、高校、スタイリングの人言わへん。スタイリングの人って言わへん。言わへん、何分からへん。専門学校に通ってて、うん、そのスタイリングのことを主に勉強してて、そう、専門学校も卒業してるから、うん、専門学校行ってる時はスタイリングとか友達のし合って撮影してとか授業でやってたけど、あ、ちなみに青の撮影の時もやってもらってな、うん、ちょうど2年前そう、まあ、2年前そうだから2年ぶりぐらいにやったその授業以外で、多分初めてスタイリングしたのもみっちゃんやから、おー、そう、初めて、いただきだる、そう、だからほんまに2年ぶりぐらいでちょっと緊張したけど、こんな風にちょっと今もう出ちゃってるけど、まあどんな風に細かくしてるかはメイクしてるので、ぜひ見てみてください。はい、それではスタート。カメラにチェンジ。カメラじゃない、携帯にチェンジ。急に変な音になったからな。夏って暑いから、絶対すぐ化粧よれるから。うん。濃くはしない。おお、すぐ直せるよね。うん、痛くない？うん。これいつも人のやる心配。一回自分がめっちゃまぶたつままれたことある。でも痛いって言えへんから。うん、え、我慢してた？我慢してた。痛い。で、その後涙さ。赤くならへんかったん？え、ならんかった。うん、けど痛すぎて。次はチーク、じゃじゃーん、シュウ上村やんな、うん、大好き、この色すっごい綺麗、やっぱこれもやってみえへん、あ、マスター見えんじゃん、こうやって、あ、ちょっと見えてる、オレンジベース、アザみたいになってアザはこっち見える、実はある、ここしかも荷物持っただけでダッサ子供や、なんかよくこの鼻、うん、鼻の上とかにこうチーク乗せて日焼けメイクみたいな、うんうん、あるけど日焼けメイクにならん程度にちょっと乗せるわ、うん、なったらごめんでも大丈夫、めっちゃオレンジとかピンク似合うよな、ほんまに、うん、一応名前青いで、え、青のイメージほんまにない、青であるよな、ドラえもんえ、ほんまにそれ以外ないからさ、めっちゃ、で、鼻高くしていけないけど、ハイライト入れます、うん、ピンクとオレンジを目の上で混ぜてて、で、オレンジはシンプルにオレンジっぽいほんのりした色のチーク、ちなみに青たちは、高校の1年生からの仲やけど、うん、2年で一番仲良くなったな、1年でも遊んでたけどな、2人で遊ぶことはなかったくない、あ、そっか、2年になってから2人で遊ぶようになったんか、そうそう、毎日のように遊んでた、温泉行ってな、あ、温泉行って、文化祭2人で休んでえ、そうやん、ほら、だから、んで文化祭休んで他の学校の行って、え、懐かしい、え、クルメ覚えてない、あれスタバ、スタバ、何スタバ、スタバやん、スタバやん、スタバ行った、ほら、スタバの講習みたいなのしたやんあれ、え、なんかスタバでなんかカスタムできて、うん、そのカスタムを試飲できるコーナーに応募して、コーナーっていうかそういう企画みたいなのをスタバの人がやってて、それを行ったんや、うん、あれで文化祭ちゃうか、スイスに行った日、え、そうやで、スタバとスイスに、うん、え、あれ、あれ文化祭の日、文化祭の日、うん、え、でその後に違う高校の行ったの、
違う高校のも文化祭の日行かんかったよ。行った行った。やんな。2日目じゃ。だって2日間行ってない。両方やばい。そうや。マジ。ベルク。チビルはピンクの方が強いかな。ピンク強いけどでもオレンジも入ってる色。ちょっと桜色に近いピンクが入ってて、それにオレンジがちょっと入ってる。だってさ、もう絶対さ、秋冬とかなったらさ、暗い色出てくるしさ、うん、もうこういう明るい色塗る機会減ってくると思うから、今日は明るい色。綺麗。見える？うん。で、そこにゴールドのラメが入ったオレンジをプラスする。なんかピンクだけやったらちょっと幼い感じが出るけど、ゴールド系のオレンジが入ったら一気にちょっとそれで大人っぽく見える。うん、綺麗。最後にこのシルバーのラメラメをつけます。でつけるときは簡単になんかスーッとしーひんリップ、うん、これはなんかちょっとオイル系のリップをほんまにめっちゃちょっとだけ取って、そういうのをつけてからつけるんや。 そしたらラメが全然取れへんから、こう目頭にポンポンってつけます。わからない、うん、でもつけたらちょっとなんかオイリーな感じでちょっとテカって見える、うん、でそこにシルバーのキラキラをちょんちょん。ちょっと光が当たった時に分かるぐらい軽く、ほんまにちょっとだけ軽くほっぺたにものせます。完成です。じゃじゃーん。って見せたいところやけど、一旦着替えて完成を見せます。はい完成しました。でも全然わからんから道やります。はい、どうぞ。わかるかな。目つぶって、ここがピンクとオレンジをミックスさせて、で口はオレンジのリップやけどゴールドのゴールドのラメが入ったちょっと大人っぽい感じ。髪の毛も外跳ねで、久々あったら短くなったからびっくりした。外跳ねが似合うハッピーな女の子です。めっちゃ可愛い。Okay. はい、皆さんどうでしたか。いい感じにくちゃんにメイクしてもらいました。いい、ありがとうございます。そしてくっちゃんからもいろいろ告知があるのでぜひ聞いてください。はい、実は今みっちゃんがつけてるこのピアスとくるみがつけてるこのピアスをハンドメイドで作りました。手作りです、そうこれ手作り、ちょっと大人っぽい感じだけどそう手作りで、今ツイッターとかでも、私がやってるツイッターとかでもそういうハンドメイドのものを結構アップしたりしてて、今ちょうど東京の代官山のセレクトショップの、うん、ウエストサードストリート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 、絶対覚えた。 いつまで続けるウエストサードストリートで、アルバイトしてて、うん、で9月の初めにそのインスタグラムとウエストサードストリートのお店でハンドメイドのアクセサリーを置いてもらえることになって、なので販売することになりました。くっちゃんのこういうのとかが売ってるってことやんな。そうそう、うん、でももうちょっと可愛いピンクとか、うん、そういったものをメインに置きます、うん、でネットとかは言ってくれたらちょっとオーダーとかも取り入れながら作れたらいいなって思ってます、うん、でそこでなんとなんと水木あおと、はい、ちょいコラボみたいな感じかな。ちょいコラボ、これからもっとコラボとかしていくと、そう、それでくっちゃーその何て言うウエストサードストリート、お覚えた、そう、それでそこに行ってもらって、くっちゃんに、水木あおちゃんの動画見ました、あいろ TV 見ました、あの動画見たぜと言ってくれたら、こちらどどん名刺をくっちゃんから渡してもらいます。はい、でちなみにところどころにあのメモとか書いてるから、当たって
った人はまあ当たり、まあ、もしもう真っ白のに届いた方は、まあ、くっちゃんに文句を言ってください。でもう一回行こうよもう一回来たらもう一回当たるかもしれないからそうそうそう。であと一番最初に来た方にはこちらドドン反対反対恥ずかしいわこちらドドン青色 TV のこちらのステッカーを一番最初に来てくれて、青色 TV 見たよって言ってくれた方にはこちらを差し上げます、はい、こちらもくっちゃんに言ってくれたら渡してもらえるので、ま、くっちゃじゃない人に言っても違うので違うので多分、うんうん、そう違うのでちょっと違うくなっちゃうのでそれはこのくっちゃを見つけて、はい言ってください。あ、ちなみにもうみんなや、あの東京行ってベストサドストリート行ったらくっちゃーみたいな感じで行ってくれても全然大丈夫なんで大阪人なんでこの子もねだからウェイって言ってくれると思うんでうーんちょっとしないごめんなさいイエーこんな感じやってくれるんでぜひ皆さんもあの喋ったり遊びに来てください。でくっちゃんのインスタツイッターも全て下の概要欄に貼っておきますので、はい私生活も載ってるやんな、うん、ハンドメイドだけじゃなくて、うん、ちょっとどっか遊びに行ったりとか食べたものとか、うん、そうアップするけどでもハンドメイドものやつもこれからもっと、うん、そうアップしていきたいなって思ってるのでよかったら見てください。はいご視聴ありがとうございました、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、はい、それではまたねバイバイ。